というわけで今晩も始まりましてラジオジャグの時間です、えー。今日もここ渋谷にありますサーカス東京からお送りします。えー、というわけでね、あのー、前回、あのー、今年に入って結構あの濃いメンツでいろいろとお送りしてるんですが、今日もまた濃いメンツというか、あのー、濃い内容でお送りできると思うんですが、えっ、ー、とー、し 知ってる方はもう超知ってると思うけどう今の若い子たちが知ってるかどうか分かりませんが、えーとですね、元日本赤軍で、えー、パレスチナの解放戦線のに参加してそれで、えー、フランスで捕まってそれで帰ってきてから、えー、と映画監督もともと映画監督だったんですけどねをやられて今回あの今の今 話題になっているというか、えー、安倍元首相の襲撃のあの山上くんのをモデルにした映画をあの取りになった監督で、あ安達正夫さんに今日は来ていただきました。よろしく。ね、<laughs> そうなんです。この間初めてあの安達さんとお会いして、であの視聴にちょっと行かしてもらったんですけど。 全部何の話してもいいですかって言ったらそしたら「いいよ何でも」って言われたんで、はいはい、今日はあのーまあ、知らない人もね日本赤軍って何って連合赤軍と日本赤軍の違いもそうなんですが何が、あのー、あの当時あってっていうことも含めてちょっとお話をまず聞いていきたいと思います。ど、うん、どうどうぞぞ<で> <laughs> 阿出さんはだけどその連あの日本赤軍に参加する前っていうのは若松プロでで映画撮ってたんでしょそうですねあの随分、うん、若松の本を合計70本ぐらいシナリオを書いて映画になったのが30本ぐらいあるね。うん、それから私もピンク映画っていう,、うん、うフィールドで3本。はい 本本か4本取ったりして、うん、で金それでね作ったのでねインドの聖典カーマス・ウートラっていうのをね、はい、あのその当時あのセックスの解放とか何とか言って週刊誌でもセックスが大体半分ぐらいページを占めてるような時代で、うん、そのセックス文化をそういう具合に扱うことに、うん 大して反発があったのでインドの聖典をこう出したんだけどさ、うん、それが大当たりしてね、うん、金儲けたからあっちゃんどうするっていうんで、うんうん、それはあのもう俺らはねいつも密室とか地下,鉄地下室とか地下,地下室じゃなくても密室であれば屋上まで行ってるからもう。 他のことをやろうというような話をしてる時に彼、うん、の映画祭にあの招待されたんですよ。はいはい、それでそこに行くっていうことになったんでじゃあその帰りに、えー、世界中で一番難しい民族解放闘争がパレスチナというところで行われてるから、うん、それを取材に行こうという話に。 元々はじゃ取材で行った、うん、勉強しないとダメだとうん、うん、私は少しあの勉強はしてましたけど、うん、お若松工事なんか東北人のお特性の話し方をするんだけど、うん、パレスチナって言えなくてね <laughs> パレチナパレチナって言うからお前東北人は「す」は言えるだろうがって、ね、<laughs> い言って笑いながらそのパレスチナ解放闘争が何かっていうのを。 カンヌの行き道それからカンヌの帰りに、うんえー、パレスチナ難民が広がってるレバノンシリア、うん、ヨルダンで取材大将というようなことを言ってたらそれで出かけるんですね、うん、それがきっかけで実際につまりあの日本の中では暴力革命路線というのが震災区の中から 突出しして現れたりしたり時代なんだけど、うん、あれは何年ぐらいですかそれは。行ったのはね71年に行ったで、ね、71年、はい、ですからもう随分前の話ですね。うんうん、それでうんあの一応長期滞在をするからってんで日本大使館にも届けた方がいいだろうって届けに行ったら。 足立さんが片言の英語を話すだけであなたら二人ともアラビア語もできないのによく取材なんてやるなというから <laughs> そんなのはいいんですよ、うん、言葉なんてのは通じなくたっていいんだとかなんとか言ってる間にいい,、うん、い,い人を紹介すると、うん、解放闘争や革命とかにも明るいうちには赤軍ちゃんというのがいるっていうんでね、うん、そこの大使館の領事に。 なんか食記に行ってすぐ探してこいっていうんで引き合わせられたのがあ重信房子それ、うん、で彼女はあの後でいろいろ出てくるかもしれないけど当時はまだあの赤軍派が形ぐらいは残ってて、うん、ほらハイジャックしてヨドゴっていうのをハイジャックして北朝鮮に行ったり。 それからいろんなあの、うん、外国にね、はい、メンバーが出張してはそこの革命と連帯して、ダッカもそうですよね。いやいやそれはないんですけどね。え,えそれ違う。カナダとか。あチさんだったこと。あ,あのねだから今言おうとしてるのはその世界中の革命戦線と共同するっていうんで、はい、カナダアメリカキューバー。 南米にみんな派遣してた、ねうん、で全部断られる与党校やっちゃってるからそれ、うん、で重信はパレスチナ担当で、うん、パレスチナに来てたのよね、うん、だけど別になんか追われてる身ではないから、うん、日本人社会の中で、えー、野球大会やったら応援団長やったりとかね、うん、そういうことであだ名が関群ちゃんって呼ばれてましたけど。れ<ー>で紹介されて あのじゃあ,あの今で言う何ですかあのプロモーター案内、うん、役でもないし通訳でもないしその両方みたいなことでじゃあ一緒に回ろうってうんで回ったのがスタートでしたね。<ー>それで一応「あこうゲリラ活動ってのは難民キャンプが母体なんだ」とかそんなことがいっぱい勉強になるわけでしょ。 あのプロバッカンダー映画を作るんですけどその一方でじゃあ連席っていうのができてしまうわけですね。うんうん、で同時にその連席の山岳ラ基地での同志殺しが発覚したのを聞いた人たちの、うん、アラブにいた青年たちが、うんうん、もう 同志殺しなんてとんでもない話だっていうんでうん、うん、がっくりきてて、えー、がっくりで終わるわけじゃないんですね、うん、だからどうするかって言ったら戦場で死ぬ権利があるということで決、うん、死作戦をあ今言うイスラエルのテルアビブ、うん、パレスチナ側はリーダーって呼んでるところで、うん、3人の若者が。 あ突撃作戦をやったわけですね。うん、だからそのパレスチナに行ってそこで勉強したことをあの非常に勉強になったわけですね。うん、日本なんてのは当時の言葉で言えば先進的な工業経済的に発達した国、うん、そうじゃない、えー、民族解放闘争をまだやってるうん、うん。 エリアその、うん、エリアの特性のものすごく大きな部だったりの中で、うん、じゃあその解放闘争革命運動とか、うん、どういう具合にやるべきかっていうのがテーマの,あの、まあ、ドキュメンタリーキャンペーン映画を作ったわけですから、うん、ところがそれを上映してる時に同志殺しがあり、うん、連席のねそれからその。 アラブ軍後に日本赤軍っていうのが、うん、あのリーダー空港に決死作戦をやったと、はい、こういう経過があってだからあのパレスチナ側とは日本で女優運動もやってキャンペーン活動するけどパレスチナ側パレスチナ側で僕ら作ったものを難民キャンプを中心にずっとアラブエリアで 上映してたんですねその途中でそういうことになり、えーまあ、それでもそこでも非常に重要なことが起こったりするんですね。あのそういう撮影をしてる時に突然山から降りろって言われるわけですよ。つまり山でトンネル掘ってイスラエルに向かって天皇をトンネル掘ってやってたわけですね。うんうん、で降りろってうんで おかしいなで今まではあまり顔がバレたりね人形がバレるからあまり撮影するなって言われてたのは全部撮っていいっていう,うん何、うん、だろうと思いながら撮ってそれはあのイスラエルとヨルダンの国境地帯なんですけどそれで撮り終わってずっと回ってレバノンのベイルートまで帰っていたらダーン 新聞に3日前まで一緒に飯食ってたトンネル一緒に掘ってたりした人たちがイスラエル側では吊るされてるしヨルダン側ではあの土地上網に被災がぶる下げられてる写真が出てそこのジェラシという山なんですけどイスラエルとヨルダンの間にそこが両側から総攻撃されたんですね。 気配があるからいろって僕らを救ったんだなって分かるんでこれ若松が怒りだしてね「そうか」と救われた命かっていうようなことから彼が割合燃えて帰っていてその映画を見せてまうのに罰がいるっつったら罰買ってきてそれに真っ赤にこう色を塗って、うん。<laughs> 赤軍 PFLP 世界戦争宣言というのをね書い、うんうん、て上映して回ることで日本でそれが日本が出会ったね、うん、それがだからあの1971年に撮影に行って、うん、71年の末からそういう上映運動を日本側とパレスチナ側でやってて。うん それであなたが聞いてきたそのイスラエルへの決作戦というのをやってというようなこう23年がありましてね、うん、あなたがおっしゃったように俺なんて単なるあるいは若松光二と俺なんて若松光二はすでにピンク映画の黒澤明と巨匠なんですね。うんうん、だからそれがそんなものをとって何なんだっていう話になり。 えー、いわゆる真面目な震災区のひ人たちからはあいつらは右翼だろって言われてたのが、うん、そんなものを取るんであんまり信用されないんでね、うん、そういうんだけどいや僕らは、うん、あの心に染みたものをキャンペーンして待ってんだっていうことでそれが大体いい2年間ぐらい続いて僕はその続きを取ろうと思って。 うん、また出かけていって特に北アフリカのいろんなあの、はい、解放戦線がありましたが、うん、それを取材しようってで出かけていって、はい、まあその当時アラブ責任って呼んでいた人たちと合流してみたら、うん、若い人たちがみんなあのゲリラの活動はしてるけどそれ以外は休暇になると普通の。 ねええー、兄ちゃん姉ちゃんになっててやってるっていうのがあってね、うん、だけど日本の革命家なんだからそ,そこでなんか終わる話じゃないんじゃないかって言ったらみんなはそ,その解放闘争の現場で学習したことを日本に持って帰って、うん、日本のね変革というか。うん その日本の革命運動の蓄積にするんだとかみんな言ってるわけですねうん、うん、その割にはみんなあの別に重信は赤軍派だったけど、うん、他の人はみんな違う党派の人で、うんうん、いろんなね当時あの震災区が四分五裂してたでしょそれがみんな一本どっこでこうやってるんでそれはおかしいんじゃないかということでみんなで集まって。えー 今自分たちが何をやってるのか勉強してるのか、うん、じゃあ日本にどういうのを返すのかという話を始めて、うん、連合政権の問題っていうのをどういう具合に考えるのかっていうところへ話がやっぱり行くわけですね。そ、うんうん、それでその3人のの人青年たたちが傑作戦やった理由の一つに、うん 同志殺しまでやった自分たちの失敗を引き受けようとそれで仲間を殺すことは許されないけど戦場で死ぬ権利はあるという革命選手の志をちゃんと実行しようというんでパレスチナ解放人民戦線という組織と一緒にあのやったわけですよね。うん、だそういうよういよなことを 考えながらあのみんなに返していくキャンペーン運動っていうのをやってるとパレスチナ側ではねそこで撮った記録映像が難民キャンプで上映してるとね、うん、若い娘だけじゃなくておばあさんがスクリーンに近づいてスクリーン撫でるんですよね。うん、つまり うん、ゲリラ戦争で死んだ息子のつうん、うん、姿が残ってたっていうようなことでうん、うん、映画の内容はともかくあいつはちゃんと自分の仕事をして死んだとか何とかいうその上映運動っていうのはそういう慰問活動にもなったりするっていうようなねうん、うん、状態の時期でした。そそれで、うん、その上映運動をやってる間に あまりにも大きな連合赤軍の仲間殺しの事件それから決死作戦をやったアラブでのこと両方とも僕らに関係があるだろうっていうことで若松とか私とかはその後ボディーガードがつくみたいに事務所のガサ入れとかね なんとかがあるわけじゃないんだけどいっぱいねまあガサえるぐらいあったか取り調べを受けるわけでもないんだけど、うん、全部おまわりさんがついてくるし取り囲まれるしっていうようなことが続いてましてそれでしょうがないから若松プロから僕は一歩離れた方がいいんじゃないかっていうようなことで離れてね上衛隊運動事務所っていうのを作ってやっておりました。うんうん、そういうよういよな のがスタートになってね、うん、でさっき言いましたようにその続編を作ろうとして特にあの今も続いているモロッコのボリサリオ解放戦線、うん、今はあの西サハラという、うん、世界中の3分の1の国ぐらいはそこはモロッコではなくてサハラ共和国じゃないかっていうんで認められたりはしてるけど。うん 公式の国家にはまだななってない、うん、それはあの裕子さんの方がよく知ってるかもしれないぐらいだけどあのね、うん、私はやっぱりだからあのー、まあ私今ご世界の50何カ国かな行ってで都市数でいうとかなり行っててでやっぱりアフリカって いいいろろ見ているとアフリカって今で54カ国国にすればでも民族の数って5,000とか6,000とかあってですよ、ね、それを西側が線を引いてで西側が例えばそれは武器をあの売ることによってそのまあなんていうのかなものがないところで限られたものを取り合いをさせる。 で例えばその植民地にすることによってある民族だけを要するにすごく優位にすることで他の民族が滅びていくような縮図を作るとかねそういうのっていうのをずっと見てきてそこに対してやっぱり立ち向かったりとかそういうことっていうのはすごくあるんだけどただやっぱりねすごいあれなのは本当に貧しいところって疲弊しすぎていて。 その立,ち立ち上がれないぐらい疲弊してるじゃないですか、みんな。だから、私たちが今入って支援してるところはそういうところなんです。うん、本来だったら選挙があるときに、なんか、じゃあ変えようみたいな、例えばウガンダっていう国があって、ウガンダの選挙のときなんかは、もうすごいんですよ。うん、本当にもうやっぱり ここれから選挙だっていうところでなんだけど、うん、マラウイっていう私が今やってる国っていうのは、うん、もう貧困地域、まあ、やってるせいもあるんだけど全然もうそんなことになんていうのかな今日生きること今日一日生きることが大事で未来に対しての明日のことも考えられないような人たちがいっぱいいて。 あの野里子さんね、はい、実はその解放に立ち上がれるってのは余裕がある時でないと実言うと彼らがゆ、ね、日々を生きるこの生き残ることがね、うん、実は非常に大きな戦いで、うん、それが民族あるいは部族の解放闘争の、ね、根幹を成してるわけですよね。うん、だから外側から見れば 単に自然の災害で、うん、あるいは干ばつでね、うん、食,食物一つ取れなくなってるってそれは何のためにそうなってるのかって言ってみれば、うん、その気候問題なんてのはもう今やあのアフリカの干ばつとかなんとかいうのは俺ら関係ないってやってた人たちまで自分たちの近代以降の産業が、うん 気候を壊してそのあたりに干ばつをもたらしてるっていうのは、うん、もう諦めかなわけでしょ。<う>で僕らがそういう、まあ、パレスチナを僕は最初に取材したんだけどその後のアフリカ各地ね見て回ってわかるのはつまりね日々を生きることこれの戦いをまず作んないとダメだ。うん、それをし 支援連帯するのはそこから始めないとダメだっていうのはもう明瞭に分かってたわけですね、うん、だからそれはあの別に、えー、豊かな北半球の人が南半球の貧困を援助するっていうんじゃなくてその豊かさを作り出した罪、うん、豊かさが罪じゃないんだけど豊かさを作り出すために犯していた罪の償ないとしてね、うん、やっぱあの、うん 今の干ばつ、うん、それから貧困それからサニタリーとかあの医療の、うん、システムさら作れない、うん、こういった問題をねやっぱ償いとしてやらないとおかしいわけですよねだから今あのマラウィなんかだと例えばその大学出てどうにか大学出てお医者さんの資格を取ったとするでしょそうすると国で医療をやるんじゃないんですよ ヨーロッパがヨーロッパの大病院がその人たちを全部持ってっちゃうんですよ。であのアメリカだったり、まあ、欧米だったりね日本からもそうだけどあの、まあ、そういうボランティア精神のある人たちがそこの国に行ってボランティアして医療をどうにかしてるけどでも本来そこで育ったお医者さんはヨーロッパがみんな持ってっちゃうんですよね。だだからすごい本当に何て言うんだろうんろ 医療の貧困みたいなところっていうのがもう本当にすごくてしかもそれは短い期間じゃないですからねうん、うん、アフリカはもう解放闘争最後は長野解放闘争もちゃんと勝利したけれども、うん、それまで10年何年かかったのか<う>あるいはアフリカの、ね、第一次の民族解放闘争の波の中で解放はされたけれども 実際に人々の生活がもう一度少しでも改善されたかって言ったら、それがやっぱり腐敗とかな,なん何とかの中でなかなか進まなかった。そうですね。だからだ第二革命が必要だ。だね、最初の革命だけではなくてね。悲しいなと思ったのはね。うん、エチオピアがとエリトリアがそうそう要するにその何十年ってずっとエリエチオピアからエリトリアのは あの独立するための民族独立闘争をやってたんですけどそ,うう、ね、それが93年に、えっと、1993年に、えっと、エリトリアはエチオピアから独立したんですでその時に私行ったんですよエ,エリトリアにエチオピアも行ったんだけどあのエリトリアの博物館に行ってびっくりしたのは民族闘争の怖さっていうのは DNA の根絶だから。 要するに女の人のおっぱいを切り落としてミルクを飲ませなくするから赤ちゃんがいる女の人のお腹を裂くそうやって女の人からだから先進国のいわゆるそういう戦争みたいのっていうのは女子供とかそういうの病人に手を出すなっていうのはきれいごとで本当に。 それが本当に生き延びるっていうことなんだなっていうのをなんかわざわざと見せられたんですね、うん、私ねそれはまあアフリカだけじゃないでしょう例えばベトナン,トナンのかね、うん、解放カンボジアの解放そういったところでも同じような部族間の対立を利用したね、うんうん、アメリカのやり方の中で全く同じことがいっぱい起こってるんですね、うん、つまり虐殺するということはそういう 民族浄化作戦にまでなるわけで,、うん、でそれはあの非常におっしゃってるように90年代ぐらいには、うん、そのエリタリアの独立の全国から非常に実態が明らかになってきて、うん、ちょうどアパルトヘイトも94、うん、年とかそれぐらいにありましたしで、ね、南アデの解放もそのくらいです。うん でね、そ,のそのアフリカにおいてはそういう第二革命がまあ必要なぐらいまで、うん、実は欧米の資本というのが自分たちのねアフリカの富をどれだけ上手に持って帰るかという、うん、だから独立国家はみんなそういうなんか風情になるしそ,、ね、その解放されたエリアの鉱物資源をねうもうすでに 解放闘争の援助をしてくれたツケがそのまま、鉱物資源の所有権にな,な,なってたりしてたんですが、うん、その94年に行ったときに、エチオピアも本当に何にもなくて、うん、いわゆる要するに独立をさせてしまって、経済制裁はどっちかというと、エチオピアがされていたから、逆にね、エチオピアはすごい貧しくて。うんうん、それで あのストリートにストリートチュールズレンが本当にもうどんだけってぐらいいてだったのが今は逆に言うとあなたはそうするとエチオピアのハイルやセラシエの時代から見てるハイルセラシエはだから勉強はしましたすごくそれ以降ねああ、うん、ハイルセラシエのメンギッシュのね,ね、うん、あれだったりとかってでメンギッシュはだってヨーロッパに逃げたでしょそう,であのそうなんですよ <laughs> えっとんだっけ そのエチオピアの今は逆に言うと中国が全部支援して空港から何かからものすごい綺麗になってもう大都市ですよ今エチオピアはだから結局また中国の支配が始まってるっていうかねかそれははっきり言ってただすごく思うのはね私が支援しててあのマラウイなんかは いやもう停電ばっかりなんです、うん、都市部でもそうなんです、電気が本当になくて、うんで、もうちょっと本当に車で5分、10分走ったら、もう電気なんか全然ないですよ。うん、で、まずこああの出産の時に赤ちゃんが死ぬんですよ、うん、お母さんも死ぬんです、うん、そういう電気が全くなくて、出産をして、うん、綺麗な水もないしっていうところでね。うん、で、今、中国が化石燃料の発電所を作ってるんです、<う>実は。 で日本大使館の人はそれを悪だと言うんですよ、うん、今時ね、化石燃料のって、うん、でもね、それって、だったら技術もあって、お金もあって、無駄な ODA ばっかりやってんだったら、要するにそれをもっと有効に,的に使ってる。技、ね、エネルギーをね、うん、作るように使えばいい、だけど日本政府は原子力発電所を輸出しようとしてたわけでしょ、その頃で じゃあ化石燃料ダメだったら原子力発電ならいいのかってそっち側にしかか向いいてないからそうだから私なんかからすれば<あ>マラオイって国は国土の3分の分が湖なんですですしょ、うん、だからそしたら水力だったりそうそうあと風,風力だったりなんかで考えることはいくらでもできるのに、うん、なぜそれをしないで中国が化石燃料の発電所を作るっていうことを非難するのかっていうことがわからない。 いやさ作るのも、うん、あのそういう資本力と人力を持ってるから提供しながらそういったあの国の、ね、基本構造を作っていくとなんとなくそれで、えー、支配してしまいそうなレベルまでいくというのがある、うん、じゃあそれに反対してね日本がその。 再生可能エ,エネルギーをね、うん、作るように支援するかとしないわけでしょ。でそ,そこが問題なんですよ、本当に。私からするとね、うんまあ、できることいっぱいあるんだもん。うん、だから、あの、こういうことをまた声で言うだけではダメで。紀子さんが一生懸命やってるっていうのは知ってたっていうのは、そういうことなんですね。だから、日々生きることが。本当は、あの。 生き続けるということ自身が彼らの戦いだしそうだからあの部族の解放とか民族の解放っていうのはそこから始まるわけですからね、うん、だから最低限食べれる、うん、そんな食う食べれる社会に、ね、なるまではねさっきから繰り返し僕はまた僕の考えの側から言ってるけど。ね アフリカの富を全部持って帰ってて帰る <laughs> 欧米がねそこまで謝罪としてね保証しないといけないというのが基本的な構図ですよね。うん、もう一つは <laughs>、うん、それで医療の問題あなたは詳しいと思うけどあの欧米で試薬品っぱり作ったりね、うん、あ,のあるいはあまりはっきり、うん、あの効能が確定してない、うん、ゴミ 捨てる薬を全部そうです、ね、医療支援とか何とかいう名前で持っていて、うん、逆に薬害を振りまいてきたっていうのもありますよね。うん、あの HIV なんて僕はそこから発生したんじゃないかと僕なんかは思ってましたけど、うん、あの実証的に科学的にあの証明できないと、うん、そ,そういうのはあのねっほら話になってしまうから言えないけれどもそういうあの いわゆる現代になっていろんな薬害が生み出してるものも考えないといけないつまりいやそれもそうだしそれはほに貧困国行くでしょと今回コロナがすごかったじゃないですかで彼らは正直言って日常からマラリアコレラ赤痢ポリオエイズもう本当に蔓延してるんですよそれが。うんで コロナより全然その日常の方がすごいあれでだから免疫力もでも強いですよ向こうの方が私たちがだっから変な話があのそれはねエチオピアでだけどエチオピアで私ちょっと喘息があって苦しくなってそしたらエチオピア人の人が「ソーリーソーリー」ってって来てくれてそれでお水をくれたんですでも茶色い水なんですよしょうがなないよそれはそうなんだけど 私はそれを飲んだら要するにお腹を壊してもっとひどいことになってしまう,う、ね、だからごめんね飲めないっていう話をしなきゃなんないで彼らからしたらその茶色い水さえもすごい貴重な水で貴重なもんですよね、うん、だからそういうことをすごくなんか考えるっていうかねちゃんとようにはなりましたね私は、うん、やっぱ、まあ。それ飲んで石 責任を筆頭とする <laughs> 金にまぶれないで済んだということですよねでも、うん、そまあ、最低限そういう具合に自分を守りながらでもやれることをやるってなこと度行きます一緒にあなたは気軽に、ね、<laughs> 言うね行いますよだって私心臓の発作去年に2回起こして腎臓はもう移植をしなきゃいけないぐらい悪くてそれで 歩歩くのもあの今あんまりちゃん歩けないですねだから空港だからそういうとこは全部車いすですよ私。だけど元気ですもんいや<あ>俺ね、うん、頭が元気ら<さ>なら何かできることあるんですよ。さっきそういう連席事件の反省から始めた日本赤軍だってそこまで話しましたけど。うん 私一応日本政権のスポークスマンですよ、ね、風なこともやってましたので、はい、30年間海外出張してる間は自でしたけど、うん、捕まって帰ってきてパ<あ><の>取り上げられててますもしかしかはいだからあの <laughs> 映画祭とかに出品したりね、うん、特集上映で招待されたりしても一切17回。 旅券申請旅券を出してくださいって最初はねあの行き先の国が入国拒否する可能性があるので出しませんっていう理由だったの、うんうん、そうしたらねあ,のあまり国名を言うと迷惑かかるからあれだけどヨーロッパの国とか津波の国が映画祭やるときに国が主催するんですね、うんうん、ですからそこの大使館の人が。 うん、外務省に行って自分たちがこれだけ公式に招待して24時間きちっと何も悪いことも何もするような時間がないようなねスケジュールだから出してくれって言ったらそこからガラッと変わってね、うん、内政干渉するなと外務省側は答えてましたそれはどういうことかって思ってたら、うん、後で旅券発給拒否理由っていうのがね、うん あの3点ぐらい返ってくるわけですその第1点目は過去の活動を反省していないなと <laughs> <laughs> つまり暴力革命路線でねああやってたことを本気でね反省していない。が、うん、二2点目はいまだ逃亡中の人とね、うん、毎週のように連絡を取り合って、うん、いやそれはあのさっき言ったリーダー闘争でテルダが。 不発に終わって生き残って逮捕されてた岡本構三という人がいるんですけれども、彼とね国際電話タダになったでしょ。うんはい、あのなな,なんかでやると、うん、スカイプとか、うん、だからあの多い元気かっていうとお父っちゃん風邪ひてないか声がおかしいぞとかね、うん、そういうようにやってんのいまだ逃亡中のね。うん <laughs> 犯人と緊密に連絡してるって。従って結論日本国の財産と保安を著しく損なうおそれがあるので出しません、うん、こうなってこんな 83, を83年生きてきてこんな老人になってるやつがなんか今からまた大使館もらったり飛行機 <laughs> 飛行機をぶんどったりする そんな時代じゃないでしょう。だけど、そういう理由で僕は旅券がないので。今度作った映画も招待されて監督はね。招待されるんだけど、私は行けないね。うん、日本に幽閉されてるんです。話を戻しましょう。こういう話あんまりつまんないでしょ。いや,い,やいいんじゃないですか。全然そういうの舌言った方がいいですよ。どんどんいやいや言,言ってるんだけど、変わらないのはね。うん、もっとはっきり言うとあの。 私たちがハイジャックをやった時の首相がねとてもいいことを言ったんですね、うん、福田首相だったかな。あの申し訳ないけど、うん、必要悪と思ってその当時やってた旅客機に乗ってる人たちは人質に取られてるわけじゃないですか。だから日本に捕まって刑務所に入れられてるのと交換するから解放しろって言うわけでしょ。 でそれに応じたら駄目だっていうのが世界中でもあったけど、うん、特にアメリカが絶対あのそういう犯人とは交渉しないっていう立場を表向きは取ってる、うんうん、そういう時に福田首相はいや人の命を地球よりも重いという有名なね、うん、ことを言って釈放を人質公害したわけでしょ。 安倍晋太郎安倍晋三のお父さんが外務大臣で次首相になるって言われてたんだけど、うん、同じセリフを言っちゃったよね、うん、そうすると首相になるところはなれなかったのよ、うん、それはアメリカ側からの抑えつけっていうのがずいぶんひどかったみたいですねしたがってそれはまあそういう過去があり 僕が創刊されて帰っていってすぐの首相が福田首相であり、うん、その後いくつか隔てて安倍首相でしょ。彼らはおやじの政策秘書として働いてたから、うん、日本籍軍には恨みがすごく溜まってるね、うん、なおかつ旅券を出す出さないっていうのは最終的には内閣府が決めれるわけでしょ。うん だから非常に大きな武器で僕はそんな過去に悪いことをやったところのスポークスマンだったから絶対出さないって言えばいいのにね、うん、そういう具合にいまだに日本国の保安と財産を傷つける可能性がある <laughs> 何の話だって報復を受けてるという具合には思ってます。まあ、国はそういういいのかもしれない いや,いやあのもうはっそ,それははっきりしてるわけだけどまあそ,そんなことはどうでもいいんだけどあのなおかつ今度映画撮ったのはあその安倍元首相を銃撃する話だからね,かね僕はそういう具合に安倍一族との戦争をしてるつもりなんか私はありませんよ。<laughs> なるほど、えー、っと <laughs> じゃああねねとりあえず、ね えっと映画の話そろそろいきますか。うんまあそれもいいけど、うん、ちょっとあなたの仕事の話をもうちょっと聞きたいけどいつもそういう話してるの。します全然。あそう。うん、あのこの番組でね。うん。うんしてますしてます、うん、全然、うん。うん。あのうんあのほ私はすごくその音楽とか映像のプロデューサーを、うん、が多いんですけど一応その九十四年ぐらいから。 アフリカとかすごく生き始めてでアフリカの、まあ、支援というよりは支援という名の本当は自分が勉強に行ってるようなもんでうん、うん、生きることの根本をなんか教えてもらったり、うん、あとやっぱり日本とかでまあ私もその10代の時悪くてそれであの東重さんのシャコタンブギーのモデルになりで暴走族一番全盛期に。 あの東京の下町から千葉一帯にかけての暴走族で男の子ばっかり4,000人いてその頭をやってたということで捕まって、うんうん、1> で1年間少年に入ってで出てきて表現の世界に入ったんですね、うん、その転換はどういう具合に典子さんの中で起こったの転換転換というか俗のさ。はい 頭をやっててさそ俺ねそういう生き方活動も僕はあの生きるってことは表現するってことだと思ってるからそう、ね、だけどそうやって閉じ込められてる間に、うん、その表現の問題を結構じ真面目に考えたの。表現の問題というよりも その10代の時に、そうやって、まあじまあ、その人には迷惑かけたんだろうけど、暴走、まあ、族やって、それで同行法変えるまでやって、で喧嘩もすごかったし、うん 1>, でまあ、1年間、まあ、その前も逮捕状何回か出てたから。うんで その時は歩行観察、試験観察で住んでたもの、最後、道具法変える前に、それはやってない事件だったんですよ、やってない事件で、逆に言うと止めに行った事件が、最後、道具法改正前のキャンペーンみたいなもんで使わ,使われたっていうのがあって、うん、でまあ多分そのぶん、成人になったら、これは。 逮捕起訴できないだろうっていう弁護士が言ってたんだけど、うん、未成年だから要するにそういうふうなあれじゃなくて少年院になるわけですよ1年入っててただね少年院入ったのは私にとってすごい良かったんです、うん、なぜかというとそれが10代の例えば1516ぐらいの時だったらそれはくついてもっと悪くなってたかもしれないけどでもっと反逆精神が固まったかもしれないね。 うん、がついいてたかもしれない、うん、だけどジュークであこれからどうしようかなって思ってたからでその時に1年入ったことで私にとってはすごく良かったんですねいろいろと今後何をしていきたいのかとかあとやっぱり少年入るといろんなあの子供たちがいっぱいいてで自分も不幸だと思ってたけど正直言って母親が中学の時に亡くなったりいろんなことがあったんで。 でもとんでもないどんだけ私は恵まれてるんだろうっていうこと、うん、っていうのが分かって<う>それでやっぱりそうじゃない子どもたちっていうのはすごく多いわけですよ帰る場所もないような子どもたちが、うんうん、でどんなに10代でその更生したっていうふうに言われて退院するんだけど退院っていうんですね少年は、うん、退院は縁じゃないんですよ退院なんですよ。うん、で退院する時に もうこの子は更生したとみなされて退院するにもかかわらず親が「うちでは引き取れないから」って言って違う施設に入れられることかそういう子たちがいっぱいいるんですね。うんうん、でそれに比べたらうちはやってないっていう最後の事件私はやってないっていうところを父親が信じてくれてこの子はその三ん悪いことやってきたから少年院に入れられることは仕方ないと。 だけどこの件で逮捕されるのは違うだろうと。うん、であの弁護士雇とって最高裁までやってくれたんですよ。<ー>で私は途中で逆に「もういいよお父さん」って言ったのね。さあ、うんうん、お父さんが「あのお前なやってないんだったら最後まで負ける勝つ」とかじゃなくて「うん、最後まで戦え」って言われたんですよ。うん、それはいい教育だな、うん、で、うん も1415ぐらいの時から悪いことやって、うん、もう本当にドラッグに始まり何にして悪いことばっかりやってて、うん、どうにもなんなかったのに父親がそうやって信じてくれたのと帰る場所をつ作っておいてくれたこと、うん、やっぱそれがもう決定的だったんですよ、うん、私にとってはだから実に恵まれてるね恵まれてます私はだからで そう,いう,だうちの父は社会的なポジションもある人だったんです、実は。うんうん、だけど、だから私が警察捕まるたびに警察に迎えに来て、それであの少,年少年院にも毎月1回は面会に必ず来てくれて、うん、毎週、手紙もくれて、うん、そんな親っていないんですよ、なかなか。 そ,のそういう親も持ってない帰るとこも上手い人ってのはやっぱり今でもい今ねいてでまあ私たちの時のあれは分かんのい子じゃないと今の子たちは分からないけどもあのやっぱり再犯するんですよ再犯率が高いんですよそういう子たちは。だって帰るとこがないんんだだもん、うん、だから要するに例えば、まあ、覚醒剤だったら覚醒剤。 もうやめるっつって1年入って辞めるっつって帰ったって帰る場所がなければ元のそこのいた場所、うん、そこに戻るしかなかったり、うん、だからヤクザになりたくてなったんじゃない子たちもすごくいっぱいいたんですね、うんうん、そうだろうなうんだからそういうことを考えないと、うん、結局朝は我が身で その60年安保70年安保の人たちもみんなごあの学力的には優秀な人が多かったと思うんですよ。だってみんな大学生のあれは闘争でしょどっちかっていうと。うんまあ、学生運動新作、うん運,ね、運動っていうのは学生運動からスタートしてるからそういう意味ではめぐる恵まれた一部の若者たちだった。うん、ただしいや俺は若松工事と 出会ったんだけど、うん、若松浩次があのなんか天才とかなんとか言われたらあの生意気なやつの映画館冷凍庫やったらこうぐるぐる映画館取り巻いてるから連れてこいと言うんで俺会うことになるんだけど、うん、彼は学生運動を本当にあに恵まれた兄ちゃんたちの運動だって言うんで、うん、毛嫌いし。 うん、一切認めないとか言ってね、うん、でその代表みたいに私を扱うわけですね <laughs> 彼はあの宮城県の農業高校中退でヤクザの味も一時味わって叩き上げてきた自分っていうのを全面的に信じてるからねだからそんなあのね ぼっちゃうんだから連れてこいっつうんでそれで行ったら3日後から「お前助監督な」って言うんでえっていう話になるんだけどまあそれをやったら撮影のために空が曇っていてお天気が悪くなると「お前のせいだ」っていうねそういういじめを俺に対してやるわけよ。楽しかったですよ。 どこまで俺をいじめられるのかなと思って見てたら、まあ、最後は彼根負けするんだけどねうん、うん、それであとずっと一緒にやることになったけど彼も本当にあの帰るところっていうのがなかったらどうなったか分かんないと。 そこからすぐ広告にあった柏にデッチボコに入ってっていうのからずっと新聞配達絨毯洗い全部やっていくわけですよね。うん、だけど心の中には帰るところ実家がありまあそういう意味で言えば故郷があるわけですよねうん、うん、だから故郷あるいは自分の帰るところがあるということの重要さをね、うん、あのまあいろんなあの 救援活動とかそれから厚正教育刑務所の中の教育っていうのは根性をつける以外何の教育にもなってないじゃないですか、うん、だからそういうようなことを考えるとそういうものが本当に平気でこう作れるような、うん、帰るところがない人に帰るところおいでっていうのはは,はっきり言えるところが作らなければ再犯は終わらないと僕は思ってるしねあとは 例えば変な話だけど、あのー、朝ははなんですよ実はなるほどだって正直言ってうちのお父さんだって私めちゃくちゃ優等生で、うん、もうそれこそ生徒会の役員までやるような健康有料児で小学校の時からもう表彰されるばっかりの子がいきなりもうお母さんが要するに癌になってでお嬢さん学校でもう本当に。 いる場所がなくななってなんだっていうのでいろんなことが重なってでその時にふと思ったのが要するに徹夜23日徹夜すればあの中間とか期末のテストってそこそこ点が取れてでもだから今これやんなきゃいけないのかなみたいな。でそれよりも突っ張りで日本一致になれば。 それは十代しかできないんじゃないかと思ったんですよ。私。うんうん、もう、バカだからね。とんと単純だから。そうじゃないでしょう。僕らに言わせれば、僕らが、あの、ゲリラになるっていうのも。頭の中と、情熱とロマンと、ですからね。うん、似たようなもんですよ。だから、あなたなんか、こう突っ張りで。一応、やってみようかっていうのも、よく考えてみたら。 全くでもそうなんでそんなきれかっこいいもんではなくてそういう熟語で言ったり言葉で言うと、うん、あの狭く美しく聞こえるかもしれないけどでもだってあれですもん私最初から二、ね、十歳になったら前科になるから、うん、だからあの 10, 10代でやめるっていうのはもう自分で決めてましたもん。うんうん、だからずるいんですよ私は。 うん、いやだからそれはもう培ってきた優等生の考え方の一つでしょう。うん、どうかなだから本当にあのだからその少年院出てこの業界に表現の世界入ってからもあの最初は映像なのか音楽なのかとかいろんなこと思ったんだけどやっぱり自分がすごい悩むわけですよ。 いろんなことでね現実問題でいろんなことに悩んだ時に、うん、なんか幽体リラスとかしだして<う>で結構やばい時期があって、うん、でその時にふっと思ったのが私音楽とか表現というものがやりたいんだからだったら生き様を自分の表現にしようと思ったんですね。うん、だから どうう生きるるかっていうことを考える別に音楽とか映像とかアートとかそういう一つのジャンルにこだわるわけではなくその時に自分の,あの感情の中にスッと入ってきてこ、うん、これいいよっって思ったことをやろうでそれをちゃんと見せていくことでそれがやっぱりその自分なりの落とし前。 だ、うん、暴走族で私が引っ張っちゃった子もいっぱいいたし、だ、うんうん、から覚醒剤だったりなんなりを教えちゃった子たちもいっぱいいて、うん、あいつらに対しての落とし前はなんか落とし前をどうつけるかっていうところで言うと、やっぱり自分の生き様を見せることだなと思,、うん、思ったんですね。うんうん、今は逆に言うと自分の死に様をどう見せるかっていうことだと思ってるけど、早すぎる。いやでも去年あんだけ心臓発作起こして。うん 本当に呼吸できなくて、うん、やっぱりって思った時に、うん、本気でやっぱりそこを考えなきゃダメだと思った。うん。うんうん、あのあまり関連的で難しい話にはしたくないけど、はい。あなたは男を嫌いなの？嫌いじゃないですよ別に、うん。恋愛とか普通通りできる人でしょ。できますね。うん、できちゃうからできちゃうけど、うん。 いやそれいいね才能のある人が好きとかだからそれが恋愛なのかそれともプロデューサー気質でのあれなのかみたいない区分けする必要ないじゃん明らかでないものが恋愛なんだからさあそれじゃ安全じゃん<え>心臓以外は安全じゃないですかまあ普通じゃないですか どうかな、うん、心臓、腎臓ですね、問題は、うん、腎臓移植ができないってなったんで、じゃあ、賊<私>の時から酒、タバコは、あるいは薬もやってきたって言われるには、体が健康で、全然、もう、綾 <laughs> <ょ>さん、きっとびっくりしますよ、私の飲んでる薬の量見たら、お巡りさんからあの言われたのが、お前、本当に合法ジャンキーだなって言われたぐらい。あそう 酒の薬飲んでんのってぐらいご飯みたいにいっぱい飲むのうんもうすごい量、うん、本んにでやめたくてそれを、うん、やめたいんだけどまあなかなかねだからんーちょっとずつでまあちょっとアフリカにちょっと去年で一つちょっとマネジメントでプロデューサーずっとやってたのが30年やったアーティストがいてそれやめたんですよ、うん 終わったんで,でちょっと自由に最後動けるようにしようと思って、うん、ですとアフリカに行く機会もすごい多くなると思うからで向こうってそういうじゃあ薬で体治してるのかって言うと違うから、うん、やっぱそういうのを取り入れながら、うん、まあ生きられるだけ生きてみようかなみたいな感じかな。うんうんうん、でもアフリカへ行って 健康になんでしょいや心だけじゃなくてそうあの、うん、要するに今から大体4月の半ばぐらいまでは花粉、うん、ヒノキとあのヒノキもそうだしあのスギ花粉もそうだし、うん、そういうのがもうすごくてアレルギーですっごい免疫力落ちるんですよ、うん、でいつも大きい病気やって入院して死にそうになってっていうのだから、うんうん、だからそれが あのなくなるっていうかねとただ今もうはっきり言って航空賃が倍でしょあそんなに高くなった。高いですよ。俺閉じ込められてるから<や>そこは知らないんだけどさ <laughs> 結局昨日ちょっといろいろその4月の頭にこうかな3月末か4月の頭に行こうかなと思ってチケットとかチェックしたりそういうのしてたんだけど。 いやもう軽く100万超えますもんね<ー>いろんなのであそう、うん、人で行くとねうん、うん、実は私もあの海外出張長かったので、うん、日本に送還されて帰ってきてからはそのみんなが大騒ぎしてる花粉症とかなんとか全く関係なかったのね、うん、だけどもう日本に帰ってきてから約20年を超えるから、うん 4年ぐらい前から花粉症っていうのにかかり始めましたよ。だからもう一回どっかに出張すれば治るんだろうなとは思ってんだけどね。だからもう本当マラウイなんか行くとだってほ何にもないんですもん。うん、電気もないようなところだから、うん、電磁波だってないし、うん、そういう意味ではすごくクリアに目も見えるようになるしそれから耳も聞こえるようになるし、うん、五感が研ぎ澄まされるわけじゃないですか。うん、だからすごい面白いですよ。 いいね。じゃあ、ゃあパスポート戻してもらったら行きます。あのさ。<laughs> 向こうをセンターにしたらと。いや、だから、そうしようと思ってる。ね。うん、で、今もう、オンラインで、あの。隣のビルにようが。うん、ね。そう。アフリカ大陸にようがおないでしょただ、そのマラウイだと。あの。やっぱり、その。医療が。 本当にないんですよ全然、うんうん、だから南アフリカを拠点にして、うん、それでもってあのマラウイに行ったりとかっていうふうにしよっかなとかってちょっと考えて、うんうん、で長でちょっとできるビジネスもあるから、うん、うらやましいなそれは今のうちに、うん、あの実行してくださいようん。だか,らなんか ずっとそのアフリカのそゲットだったりなんかのミンシャンなんかともいろんなのやってきたしだそういう連中が来るならいつでもあれし、うん、って言ってるから。でそういう何ていうかタイミングというか、うん、実際に自分の周囲の問題とやりたいことの間はよく見える人でしょうから。 即やった方がいいいんじゃななのかなそうだから、うん、確定申告と、うん、決算が終わったら <laughs> 3月までにそれで荷物の整理とかもやって今、まあ、とりあえず4月に向こう行って、まあ、最低でも3か月は向こうに行って、うんでまあ、このラジオジャグもあるから <laughs>、うん、と思ってはい,、うん、いるんです。はい、というわけで、うん、この辺でそろそろ。 あの本題の方に、うん、今日の本題は足立さんは今日はそのまあ安倍晋三さんの銃撃事件のそのまあ犯人というかねそのの山上君をモデルにした「レボリューションプラスワン」という映画を撮ったんですけど。 それについてちょっと今日は今からお話ししたいと思います。えというわけでねじゃあ,あのちょっと後半行きたいんですけれども今回ねそのあの先ほども言った山上君がモデルになった「レボリューションプラスワン」というあの映画を足立さんが監督なさったんですがなんで撮ったんですかうん これは取らなないいないいいととけ思ったのね、うんうん、あの山が銃撃したニュースを聞いた時は、うん、お大変なことが起こったなと思っただけなんだけど、うん、あのなんかなんか違うものを感じたのね、うん、なんか震えのようなものと言ってもいいかもしれないけどそれ、うん、で。 少し時間が経って情報がいろいろ入ってくるしいろ、うん、んなあの新聞記者とかテレビの人が「あんたの関係じゃないでしょうね」とかねどういう背景があるか教えてくれませんとか、うん、そういう具合に言っていたりするんだけどいやそういう問題じゃないと。うん、でほぼ2日3日にしたら。 うん、これは個人的な決起をしたと、うん、山上さんはね、うん、個人で決起したんだっていうのが分かっていてそうなるとこのことをなぜその銃撃するに至ったかっていうことを僕自身が引き受けて考えて見てこれは重大なことだと思うし、うん、まあ事件そのものが非常に歴史的な事件だと思ってるから。うん その背景っていうものを探り当ててしっかり表現しない限り山上の行ったことあるいはその背景っていうのがぐちゃぐちゃにね潰されたり消されたりするという具合に思ったのでこれは即映画に作ろうという具合に思ったですね。それで若い 若いって僕に比べればだけど井上順一君って監督もやったことあるライターが電話していて「うん、どうします?」って言うんで「いややるってことでしょ」って。うん、あわ分かりました。で「シナリオは」って言うから「書きたいかった書きたい」と「うん、じゃあピンポンで2人で書こう」というようなことでスタートして、うん、あとはあの。 そこにいいらっしゃる藤原さんっていう僕はあの人がいないと映画作れないみたいなとこがあるんだけど、うん、やってくれないかというんで、うん、まあいいですというやりましょうというと。うん、でなぜそういう具合にぐちゃぐちゃにされるかのを恐れたかというと、うん、以前にはあの永山能陵少年が、うん。うん 連続射殺魔という具合に騒がれてやった時、うん、あのこれは即映画に作らないと駄目だと同じように思ったことがあって、うんうん、それで実際には作ったんですがまあ,あのもっと分かりやすく言えばその永山少年が逮捕された時原宿あたりで逮捕される。うん、両側に主婦刑事の腕を取られて、うんうん、ぼーっと。 うん、おそらく新聞社か何かのカメラをぼーっとこう見てるんですね、うん、そ,それを見た時にやっぱこれも彼が発砲するに至る背景っていうのを見ない限りは連続射殺までもう巨大な悪人みたいなキャンペーンがもう2年ぐらい続いてたわけですからね。だからその 彼自身を知るというとこからやろうということで随分、うん、調べながら絵を作ったということはあるんですが、うん、今度は、うん、おそらくまた元首相をやったという非常にあの大きな事件性の側が表に出てしまって、うん、彼がなぜというところも。うん あのみんな本気で考えるかもしれないけどそっち側が薄いだろうというのもあってそうだから最初ってあのすぐ銃撃があってすぐの時っていうのはみんなまだ何にも分かってないのにその言論弾圧だってってその選挙の、ね、時にそのその安倍さんの,あの言論を封じるっていうう選挙妨害だとか。<も><の>っていうふうなことを。うん 政治家もメディアも一斉にそれをやったじゃないですか。私は、そうおかしいだろうってやっぱり思った方なんです。で、この間平野さんがいらしてくれた時に、ちょっとお話ししたんですけど、私は正直言って、あの、今回の映画ってね、作る、作ってよかったと思ってるんですよ。いろんな人たちがいろんなことを言って、あの、正直にね、その、なんていうの、安倍さんを殺したテロ、 のテロの,その犯人をあれして称賛してるとか見る前からそうやって言ってなんかいろいろ言ってる人たちがいっぱいいたでしょでね私はそれがどんな映画であれなんだけど正直言ってその連合赤軍の時もオウムの時も前回もちょっとこの話をしたんですけど平野,さん平野さんの時に、まあ、それは暴走族であってもそうなんだけどなぜそれをそ要するに全部弾圧していくわけですよ。 それは学生運動もそうだったと思うし、安保のあれもそうだったと思うけど、みんな政府が潰していくわけですよね、政治だったりが。でも、なぜみんなそこ、それをやったのかっていうことを、何んも解明し,しないままで、要するにその、例えば暴走族だったら、私が立ち側からの話を聞かずに、 社会現象としてだけ捉えていくからどんどんそれを弾圧しても地下に潜ってもっと凶悪なところに行くと思っているんですよ。うん、だからやっぱり今回の映画もそういう意味ではその作る意義というかねやっぱりその警察側の発表云々じゃなくてその山上君側からの 視点を持ったものを作るっていうことはすごいやっぱり意義があるんじゃないかなっていうのはすごく思った。うんあの意義はそういうことなんだけど、うん、その今おっしゃったような意義は非常に鮮明にみんな、うん、あの掴むことはできると思うんだけど、<laughs> もっともっと山上 自身の中ではそれがどうなってるかっていうとこから、うん、解き明かさないと、ね、結論があのつまり民主主義に敵対した従業員だとか言うけど、うん、映画でも言ってますが民主主義を8年かけて壊してきたのは安倍ですからね安倍元首相の方ですからそういったことを。 例えば民主主義っていう一つの言葉についても、うん、安倍と山上を平につなげてね、うん、あ安倍が良くて山上悪いとかそういう話ではないわけですからね。だからその片方の人間からだ,の人間からだけだからあの浅間山荘の時にの映画ってその最初なんかあの。 なんだっけあの警察側からの映画みたいのになったやつね。という警察官を軸に描いたやつで,す、ね、で本当はその前にもっとゴジが作りたがってたりとかみんなそういうのやりたくて動いてたけど全部潰されたじゃないですかあれっていいえ。というか潰されただけじゃなくて、うん、結局誰も作りきれなかったんだよね。そうそう ででも若松さんやったでしょ,ちょっと最後はね。うん、であのそういう意味であの映画がね証言できることはあると思う、うん、それはあの別に私の映画だけではなくて、うん、それからじっくりと事実性を確かめて、うんうん、作るというねじっくりした映画作りもできるしそういう人がいればやればいいんだけど問題の本質は そんなじっくくりしなくてもいいと、うんうん、今ね僕らが受け止めてる内容というのを一緒に出すことによってしか山上評価をしてはいけないと思ったわけよ。うんうん、だからそれは言えばあの山上が山上さんか山上さんがやったことは、うん、あの銃撃して殺すという犯行ではあるわけですね。うん、犯行だけ取り上げたら それはあの殺人事件以上のものではないんだけど、うんうん、なぜそうなるかという動機と根拠っていうのは、うん、う明確にしないといけないっていうのがあるわけです、ね、だからそこが大事だったりするわけでしょう、ね。でそれを追求するだけの映画を撮りたいと思ったんですね。うん、でももしこれがその安倍,安倍さんが銃撃されたんじゃなければ撮りました僕はねおそらく撮ったと思う。 安倍さんではなくてそういう言い方をすれば秋葉原の無差別あるいはそういった類似的な電車の中でね切り回すとかもいろいろ起こったりするんだけど、うん、それぞれ根拠を見るということはするから安倍でなくても、うん、取ったと思う。例えば、うんあの うんまあ、私の時代の大昔の話になるけど、うん、60年安保、うん、僕ら負けてがっかりしてる時に、うん、希望の星みたいに社会党の浅沼入次郎という書記長が出ていたらうん、うん、これを山内夫婦が視察するってその視察の根拠っていうものをね、うん、勉強していくと山外とは全く違う内容を持ってるっていうのもありましたけど、うん、あの。 うん、やっぱり根拠動機を問,問えばそあの時も単にあの親米右翼に煽られてね音谷、うん、は社会党当初視察したっていうだけになってるけども、うん、彼自身のため込んでたものがいっぱいあってそれがそういう行動によって。 あの結果したということなんだから、うん、つまりまたこういう言い方は難しいかもしれないけど山上君の場合もそれは永山の場合もそうだったんですけどあなたと話先ほど話しててあなたはお父さんがあなたを手放さなかった、うん、帰るところがあった、うん、これはもう決定的なことなんで永、ねうんうん、山の場合はね その母親からも捨てられ自分の生まれたそのりんご園の監視小屋で生まれただけなんだけど網走、うん、のねその帰る場所って言ったらそこしかないからこう帰ってもそれももうなくなってる、うん、つまりね母親だけではなくて故郷まで喪失してるっていうのがあって自分はもうなんだっていうのが。 どどどどんんんん全部消えていくわけだね。うんうん、で山上の場合はそういう意味で言えばはっきりと自分が何でこういう人生を送りなんでこういう目に遭ってるのかっていうのを怨念で考えるんじゃなくて冷静に考え続けた上で、うん、それが怨念に固まっていくという経過があった。うんうん、だから 元統一教会憎しと、うん、その広告党をやっている安倍憎しという具合に非常に鮮明に見えてるんだけど、うん、じゃあそのおねの度合いって何などこまでいってるのかって言ったら非常に冷静な山上君だったわけですよね。うん、でその冷静さって何かあったらさっきちょっと言おうとした。 自分はそ,そういうものを取ったら、うん、幸せな人生を送れた普通の子だったかもしれないと思う側面と分、うん、かんないの、ね、よそっからが分、うん、かんないの。つまり自分が本当に幸せに生き,生きたらとかもしとかいろいろ考えてみても自分が幸せに生きれたかどうかって分かんなかったんだと思うね。うんうん、それれででどんどんん自分が空っっぽになっていく、うんそれで 自分を打つぐらい自分が何者かっていうのを決めるためにも撃つというかそういう意味では自分を撃つつもりでは銘を撃ったとっいうのがね、うん、僕なんかが受け止めた内容なのね。うん、だからどうしてもそこは表現したいというのがあって、うん、じゃあ撃つことによって、うん、映画でも言ってますけどつまり撃つことによって何を実現して何を乗り越えて自分なのかっていうところは。 見えないわけですから、うん、だからまあら親父の友人たちのようにさっき長な々かなかと話し合ったその、うん、リーダー闘争の選手の一人が親父とダチ公だったわけですから山上哲也の場合はね。でその人たちは星になると決作戦のあと星になるんだって言ってじゃあ自分は何の星になるかったら、うん、あるいはなんで星の話するのか うん、つまり。統一教会とか、そういう父のじね、自殺とか、お姉さんの自殺とか、そういった。ものが全部溜まっていなかったら、自分はどうしたのかっていう。ところに答えがないわけよね。うん、ここが重要だったのかなというのがある。うん、どうですか、映画見て、そう。いや、だから。ちょっと一つだけ疑問だったのは。あの、なぜ革命戦士が。 出てくるじゃないですかあそこでなぜ革命戦士なんだろうっていうのはちょっっと思ったあの全ての話を簡略化するために、うん、あのそうしてしまってんだけど、うん、あのじゃあもうちょっと説明的に全部入れてもいいかっ,ったらそれもなんとなく解説するのは嫌だから入れてないんだけど、うん、実際に山上さんのおじさんがその、うん、リーダーの え戦士と自分の兄貴かな兄貴にあたる山上のお父さんがだちこだったっていうことを言ってるわけですよね。で最後は山上のお父さんも打つとある中になって自殺するわけだけど、うん、その時にそういう関係性もね山上がそれに関係あるのかあったら。 全くなないいとは言えないけど、うん、そ,そこは重要じゃないということも示すためにあと宗教2世とか革命化2世とか出てくるけど、うんうん、それはあの別に山上と似たようなケースなのかみんなそういう人生を送っていたのは似たような素振りはあるんだけど全く山上の場合もっと違うというのを出すためにこそあの対,対比化してるね。 なんかね正直言っちゃうとその革命その前まではスーッとこう入ってくるものがあったんだけどあそこで最後の最後、まあ、最後,後半じゃないですかあれって革命2世のあの女の子の女の人が出てくるところって。あれが出てきて革命2世っていうでまあ正直言うとセリフの言い方とかも割と舞台の女優さんっぽかったのもあったんだけどでそれで。 なんかねそこだけは浮いたんですよね、正直言うと、私の中では。あそ,うん、それであの逆にやっぱりその足立さんのバックボーンがその日本赤軍っていうのことだったりとか、そういうい革命っていうところっていうのが、やっぱりどっかでまだそこをね、そことこうクロスさせるためにあれを入れてるのかなっていうふうに思われてもしょうがないなっていうふうに私は思っちゃったんですよ。うんうん だからすせりあの,セリフの言い方が割りとなんて言うんだろうな、具体的っていうか、アジテート的ななんか言い方だったから、余計にあそこが浮くっていうかね、そういうのはすごく思った。うんうんうん、反省しますけど、そういう意図ではなかったっていうのは。でもやっぱりそんな、そ、うん、安出さんの,あの監督の,そのバックボーンを知ってると、うん、やっぱそれがどうしても。 クロスしちゃうっていうかねうん、うん、なるほどね僕はもうちょっと気軽にいややっぱ革命二世ってそんな気軽じゃないですよいやいやそれは分かってます宗教二世も気軽じゃないしそれ、うん、から、うん、あれは実際にはその一緒に本書いた井上君がどうしても俺のこともぶち込みたいっていうのもあって、うん 私の娘のことも知ってるから、うん、あの割合もうちょっとリアルに書いたりしてるのをできるだけ抽象的にしたっていうのもあるんですけれども、うん、つまりとといいうう問題をね、うんえー、出すいうのが重要ではあったわけですね、うん、で題名にレボリューションではなくてレボリューションプラス1ってなってるように、うん、あの山上は決起したけど、うん、革命をするいう 考えはなかった、うん、それを出すためにご都合主義じゃないかって言われるかもしれないけど、うん、どうしてもそれを対して出すことなくから、うん、じゃあ実際にはこの世の中を全部底抜けにダメにしてる政治が底が抜けてもうどうしようもない危機状態なわけでしょこの現実は、うん、だからそれに対しては。 反抗したっていうのがあると、うん、そこだけを出したいっていうのがあって別にそれはこの「レボリューションプラスワン」の「置っていうのは、うん、プラス置っていうのはこっから革命しましょうと言ってることではなくてうん、うん、それは全然あの映画で、うん、そういうふうには思わないし、うん。かっての革命っていうのをね、うん、温めても。うん 御所大臣に持って行ってもそんなもので革命が再スタートするわけではないし、うん、だからもう一度ねなんか社会変革を行うとしたらもうそこが抜けてしまってるところから中身作ってやる以外にないというのが僕の考えにあって、うん、さっき言ったように山上も自分の白紙状態になるまで追い詰められてるけど。 そこで何か革命を起こすかっていうことではなくて、うん、その白紙を白紙になるまで追い詰めてしまったものに対しては反抗するっていう、うん、基本的なところだけを、うん、それをそこからもう一回考え直さないと僕らがやってきたようなやり方では何にも変わんないよということが言いたいのがプラス1になってるんですけど、うん、そういう意味でじゃあ革命2世とか宗教2世が持ってる苦しさっていうのが。 どのぐらい描けたかったらそれがねあのまあこれが第一歩くらいでいいやと思ってるからなんかね革命二世に関しては別枠でちゃんと描いてほしいなって思った <laughs> そういう人が見た後と怒って言ってましたそれから宗教二世の方についても、うん、実はあのもうすでにあのイベント上映とかそういうことで回ったんですが必ずね 宗教二世、うん、見に来ててね、うん、最後にあのポスターにでもサインしてあげますってやってるとね、うん、それが大体終わるのもあって、うん、あの来て面白いし実はとても嬉しかったんですと、うん、実は私もう同じ山上さんと同じ宗教二世ですというのがね、うん、ちゃんとね 来てくれたの、うん、そういうのはね全部で4人ぐらいいるんだけどさでそういう具合にありがとうと正面から描いてくれてありがとうと言うと同時にね、うん、やっぱり宗教二世をもっともっと描いてほしかったと。なるのねだからいや山上が宗教二世主人公を宗教二世として描いてんだけど、うん、その若い人が一人とおじさんが一人なんだけど。 要は宗教二世の苦しみっていうのは実は宗教二世同士で語り合ってもねなんか語り尽くせないものがあると。それからもともとそういうコミュニケートを自分がやることすらも禁じられてきてたわけだから。だからその それだけでは足りないそれだけでは足りないという具合になってるこのもどかしさみたいなものをね訴えてるんだと僕は捉えたのねだから正面から描いてくれて嬉しかったけどもっと描いて欲しかったってのはそういうことかなと,と、うん、受け止めたよねだからこの間平野さんが見えた時にちょっと話したんですけど私はやっぱり日本ってそういう風に宗教にのめり込む人ってすごく多いじゃないですか 多くないですかんどう言ったらいいんだろうっていうかいわゆる献金が要するに言われてすぐにお金を出す人がなんかやったら多いなと思う私の時に野さんすぐ出す人なんかいないよ。例えば元統一教会なんて宗教の名前を借りたさあれうん、うん、詐欺犯罪集団じゃないですか。そうじゃなくて でもそ献金を出させるように作られたものでうそうですよだけどなんでそこにそんなに頼るのかっていうのがだからそれは原因があるわけじゃないですかそういう宗教にまず宗教に行ってそれはもちろん宗教に入ってからいろんなテクニックがあるのはあるけどなぜ宗教に行くのかっていうところになった時に。 だからなんでそんなに救い求めるんだろうと思って。それで救いを求める人はあの自分が悪いと思ってるよねみんな。日本人はなんでなのって言うけどそ,うそれはあのあまりここを長く話してもしょうがないけど僕自身が思ってるのは尊楽、うん、共同体日本独特の村思想という集団の思想の話するでしょ。うん つまり日本独特の思想,、うん、思想基盤であり家族主義の基盤っていうけど実は真っ赤な嘘で、うん、あで例えば「村八部」っていう言葉があるように、うんはい、その集団、うん、集団にそぐわないもの、うん、あるいはあの従わないもの、うん、そういったものは全部はじき出してきてるわけね。うん でおそらく救いを求めるっていうのはその弾き出されないためめに求めてんだと思う,の、ね、うだからそれはあの宗教は全部そういったところはあるんだけど例えばあの宗教と政治の話になるのに一番適してるのはあなたはよくわかると思うけどあのキリスト教の新興宗教にし等しいプロテスタントが何で、うん アメリカの。ね。あれ八割ぐらい。そうですね。アメリカ。アメリカって宗教世界ですよね。宗教社会と言ってもいいんだけど。で。なぜそれが。そうなったのかということとも。等しいんだけど。他との違いを。同じものに。 して受け止めてくれるから救いになると。うん、いうのが宗教のシステムでしょ。うん、だからそういうのはあのあなたごめん宗教をやるやってるなら失礼だけど、ね、僕はやっ,やってないっていうよりも宗教はねみんなあのファナチズムって言うんだけどそれこそあのデタラメな妄想と言ってもいいんだけどね。うん だから宗教哲学とか何とかかんとか言ってるように非常に人間が作り出した想念の問題でしかないから宗派によっていろいろ違ってもそれはその宗派の,あの好みにあって作られてるだけという具合には僕は捉えただから私なんかアフリカ行くとアフリカはイスラム教徒とそれから人宗教の人もいろいろいるわけですよ。うん、でやっぱり だけどちゃんとコミュニティの中でちゃんとうまくやってはいるんですよ、みんなね。うん、それが要するにあることをきっかけに、要するに避難し合ってみたいなことがいきなり起こったりする。で、日本なんかはみんな一応、なんてうんだ本当は貧困の差もすごくあるけれども、なんかこう、鳴らされてるっていうか。いやいや、今の現代社会みんなそうでしょ。 宗教って言わなくても横並びでやってれば安全かなという,、うんううん、でもでも世界出てみると要するに世界って凸凹だからはっきり言ってだから自分が要するに例えば1,000万あってねいあの昼ズに住みや1年もたないと思うんですよいその1,000万が。 でもアフリカ行きは1,000万で何年暮らしていけんだって話です暮らせる、ねうん、だからみんな要するにその自分に合ったところで自分が要するに呼吸しやすいところで生きていけばいいんじゃないかなって私は思ってるからで前にも平野さんの時に言ったけど私中学はあの宗教の仏教のおのょうさん学校に入れられたんですね。<laughs> でそこで勉強して宗教の勉強するんですよやっぱり。あそう。うん。お釈迦様の話だけどね。うんうん、でいろいろするんだけどまあ要するにお釈迦様は言いたかったのは他力本願でなく自力本願で生きられるように強くなりなさいってことなんだろうっていうのが大雑把な考えなんです私の。だから自分でやっぱり確かに人の力は借りるけれどもないと生きてはいけない。 だけども基本自分をしっかり持つことで踏ん張れるんじゃないかっていうね、うん、まあ最終的には自分が踏ん張んなかったら生きていないから、うん、いや浅野さんだからね、うん、自分が踏ん張る以外生きていけないっていうことを、うん、あのが分かれば、うん、隣の人ともやれるわけじゃないですか。<う>つまり他力本願にならないでもいいっていうのはそこなわけですよね。うん、だから 救いを求めなくていいわけですよ。うん、そこだと思うのね。だからか日本人はね。例えば、うん、変な話が、まあ、自分の。あのー、親でも兄弟でも、誰でも、それは友達でも。彼氏でも、彼女でも、何でもいいんだけど。なんか。自分も含めて、もう一人、例えば。自分を分かってくれる人がいれば。なんか、それでいいじゃん。っていう。そう、もう一人いれば、それはもう。 百人も千人も一万人もいるというのと同じですからね。だから、そう、だから、私たちの仕事っていうか、私が仕事してる時に。やっぱり、例えば、まあ、私たちがやってたあの、クラブシーンの昔、ね、昔、ね今は違うと思うけど。今は、あの、今わかんないけど、あの、昔は、やっぱり、ドラッグがすごかったわけですよ。うん、でも、ドラッグやってると、要するに、全部、そこに。 レコード会社から何から全部ダメになって、ものすごく多くの人たちに迷惑かけるわけじゃないですか。だから私は自分でその上の立場で上じゃないんだけど、プロデューサーの,立場から責任の問題で言えばね。で、言うわけですよ。うん、ちょっとそのドラッグやめろって。うん、そうすると、 あいつは頭が硬いだとか、いろんなこと言われるわけですよ。そら、そらそうでしょう。うん。それで、いろんなこと言われて、それでもって悪口も言われるけど、でも、何のためにこれ止めてんだと思ってんのっていうのが、すごいあって、すごい疎外感を感じれるんですよ。いつも、感じたなんですよ。でも、一人の人間が全くの業界じゃない人で、 話したらその人は分かってくれるそは正しいよ、のりこ。頑張れよその一言だけで頑張れちゃってむちゃくちゃ逆境だったんだけど頑張れるってそんなことすごい単純な話をしただけなんだけど今なんかそんなことだと思うし私、いくらでもラジオにハガキくれてすごいなと思ったら褒めますよ、私その人のこと。あのね いやそれはみんな一般的な話でもあるんだけどあのダース・レイザー君がね、うん、自分と山上哲也を比較したのね、うん、で山上哲也は信者にはならなかったけど母親を筆頭にするので、うん、その元統一教会の研修にも行ってみたりしてるだけだけど距離を置いてく、うん 実際に死んじゃうにはならなかったっていうプロセスはあるけど同時に誰ともね、うん、心を開いて話せなかったっていう結果が、うん、銃撃にまで行くわけだけどさ、うんうん、ダース・レーザー君はねたまたまあのいたずらを一緒にやっただけかもしんないけれども、うん、あるいは自分はああいう具合に山上君みたいに縛ら,られないでね、うん 隣のととコミュニケートができたたりしたと、うん、これがね自分が今生きれてる根拠だろうっていう場合にはっきり言うわけですよ。うん、今あのあなたがおっしゃったねこともそうだと思うね話せる相手がいる<う>同じ意見にそれは論争してすり合わせてもうあの感動的なぐらい 同じ考えだねっていうような仕方もあるかもしんないけど現実のこう毎日息吸ってる中でそういう具合に出会える人がいるってそのこと以上のものは重要なものはないとは思ってるわよね、うん。でそれはあ「あなた恋愛どうなの?」って偉そうに俺浅野さんに聞いたけどいや尊敬すると愛することとかあるいは素晴らしいと思う。 ここととと愛するるが同じかもしれないって言ってて言そのぐらいさ浅野さんが開けちゃってるからそう言えるんだよねだから、うん、あの普通の人もねみんなそこまでやれると思うのよいやだって、うん、正直すごい人いっぱいいるんですよ。うん、で例えば私がこの業界にいるから「いやさんさんすごいですね」とか「違うんだっつ」って、うん、はっきり言ってアフリカなんか行くとその個人経営してるのが。 もう本当におばあちゃんで,で自分の子供を5人のうちの4人をエイズで亡くしてあとの1人もエイズでもう死にそうなのに孤児院やってるんですよ。それでエイズ孤児の子供たちをみんなあれしてるんですよ。で正直言って私なんか褒められるよりそのおばあちゃん褒めた方が全然。 すごいし、うん、本当にすごいし彼女は無名な人で全然そのアフリカのある村のねすごいあれの人だけどもう超リスペクトするし私うん、うん、だからそこですよそのおばあちゃんはさ、うん、救いを求める代わりにね、うん、それ以外に引き受ける関係をさ、うん、最も大切にしてるわけでしょ。そ<う>だからあの それは愛ですよねやっぱりだからやっぱりそういう人たちをなんか日本だけじゃなくて世界中で見てきたから、うん、だから本当に私自分たちがすごいなんか全く日本人とおごりすぎてると思ってるから、うん、だからそういう意味ではやっぱりもっと謙虚になるべきだと思うしそうすればもっともっといろんなものが見えてくるしお友達もできるし。だよね。うん、うんうん そ,そののの運動みたいいいなななものはないの作れないのあなたはまあこうやってあのラジオやったり表現をいっぱいやってるのはそこでそういった主張やね提案ができるからだと思うし、うん、あれなんだもうちょっと実体的にやるといいね。 まあ、う私は今アフリカンジャグっていうのであああの世界中の表現者だったり、うんとまあ、私の友達だったり表現者じゃない人もいっぱいいるけど、うん、そういう人たちとその例えば日本にいながらにしてできることってあるじゃないですか、うん、そういうのは何かっていうのでみんなでやって、うん、でアフリカの子どもたち、うん、要するにエイズ孤児だったりとか親もみんないないし、うん、で貧しくてみたいな子どもたちをどうやったら二十歳まで生きさせられるかっていうね。 そういうのをやってるから、うん、まあそそれはあ愛を生きることはできるし愛の表現にもできてるから、それは幸せなアーティストたちになるね。もう一つは日本で本当になんかもう頑張れなくなった人たちが、うん、一緒に頑張れるんですよ。うんうん、アフリカの子供たちだからみんないいもの見せきてんだっつ。<laughs> 周りを見て私の方がこうだわああだわってどん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 そうなるんじゃなくて <laughs> はっきり言って自分がどんなに貧乏でも日本でねアフリカの貧乏と比べてみろっていう話でそしたらあまだこの子たちのためにできることあるわって、うん、でその311の時におばあちゃんたちの支援をやったんだけど、うん、その時ってやっぱりみんなあのー。 私がやっったたののは心の復興プロジェクトだったんですよ、うん、物質的なプロジェクトは政府がやるべきだと思ってたしお金のある人がやればいいけど、うん、私はおばあちゃんたちにアフリカの子どもたちにそのわらあの布造りを編んでもらって、うんうん、それでそれをアフリカの子どもたちに渡してそれでアフリカの子どもたちはあの笑顔をおばあちゃんたちに届ける。うんうん そうするとおばあちゃんたちは「まだ私たちにできることがあるのね」って言ったんですで私もお父さんが亡くなった時にそういうの思ったけど、うん、自分に何かできることがあるってことはだから日本にいてもそういうのでお手伝いしてくれればいくらでもそんなのみんなの笑顔をあげるしうん、うん、とは思ってる。素晴らしいよね なんかできることって、うん、私できることってそういうことだなと思って。いい、うん、らしい。俺なんかあの不器用だから映画を作ることぐらいしかできないけどまあ映画を作るからにはねそういうあのまあ本質的な問題にどこまで迫れるかという、うん、こう途中のものぐらいしかまだ作れてないんだけど。 そう作ることで、やっぱり役に立ちたいと思ってるね。うん。やっぱり映画ってすごく、なんていうんだろうな。いろんなね、その表現要素が。全部入って、できるものだし。で、そういう意味では、すごく、なんか面白いものでは、あるしね。うん。まあ、だから。いやいや、<の>面白いものでないといけないと思ってんの。うん、うん。だから、あの。うん。 アクターみたいなやつもいるし俺みたいなやつもいるし <laughs> それらがもうそれぞれ表現にしがみついて一生懸命やってるとぐらいに思ってもらえればいい、うん、だけどそれが面白いものでないと別にあの、ね、喜劇である必要もないし、うん、ラブロマンスである必要もないんだけどそれ以外に今の時代に必要なものを表現して出していくということが、うん、まあやっとできてる。 あるいいいいはこれを続けないといけなななとと思うねそのレベルーション・プランス1がもうあの、えっと、東京だったりいろんな各地で公開されてそれ,で、まあ、それがなんていうのかな内容も分かんないでそれでもってあれはあのテロリストを称賛したとかねそういうことを言ってた人たちもいっぱいいるの知ってるけど、まあ、とりあえず見てよっていう感じはす,ごくするんですよね。 最近そ,のそういうような見ずに批判するっていう声もなくなったね。あんうん、どうしたんだろうと思ってんだけどまあだからあれはだってやっぱり国葬にぶつけたから最初の上映を、うん。まあそれで恨まれたっていうのはあるけど、うん、恨まれでもあれもし国葬にぶつけなかったら話題を潰されたと思いますよあそう、うん、私はそう思う。うん、だから国葬にぶつけたから 良かったんだと思う良、うん、かったって言い方するとまた怒る人たちいっぱいいるけど国葬にぶつけるのがもともと目的の重要な目的だったからね、うん、そ,れはそうしたわけですけれども、うん、うそうまあ出てくれた俳優さんもスタッフもみんな賛成したから、うん、あのバーンとリストを最後に出すとかそういうようなことをやったりもしましたけどあのそういうことがね表現する側にはね、うん、別にあの プロパガンダとかキャンペーンとかいうよりも最低限うん、うん、例えば国葬に反対って言うんだったら最低限やる表現だと思ったよねうん、うん、そういう仕方もあるとだからなんか反対というだけの表現はありえないわけであって、うん、何に反対ということが明確に表現できればいいと、うん、あるいは何に賛成っていうのがあったらそれも明確にすればいいわけですよね。うん あのちょっと外れすぎるけれどももう統一教会はいいと思って自民党の大半は付き合ってきたわけでしょ <laughs> それをさ元統一教会と付きあって何が悪いという人は一人もいないじゃん、うん、あれおかしいよねおかしいなだからあのいやあの細田議長だってさ <laughs> 元統一教会の問題あれは安倍さんでしょって私はここ短い枝だけですよとかね、うん えというのはねじゃあ短い間で何でもいいのかっていうそういう問題じゃないよね。違いますね。だからやっぱりその今の政治家のし質が落ちてるっていうかそれもすごくあるし政治家はいないでしょ政治家がいるというね政治ビジネスですね、うんいや。そういう意味でもなんかちょっと本当は日本は変わっていかなきゃいけないんだけどただやっぱりその。 うんまあ私なんかは日本を日本から脱出する人のお手伝いはしますよっていう <laughs> あのね、うん、物理的にあるいは自分の肉体的に日本じゃなくてアフリカに行ってとかいうのはね脱出でも何でもないじゃないですか日本を全部引きずってやるってことはねもちろんそうですよ本当ねだ,だからただ重要なのは、うん、日本的状況をねどのぐらい批評的に 見てんのか。それがないと、あなたみたいにアフリカに行くっていうのもできないし、あるいはそういった、うん、あの余裕もなく。まあ、そうですよ、ね。あの、働いてるだけ。うん、あるいは、その観光旅行には、年末やお盆にはものすごい量のあの外国人、いっぱいいますよね。うん、そういう日本からの脱出ってのは、みんなあの、よく気持ちが。 いいことをしに、言ってるわけでしょ、うん、だから、あれで、本当に。休養が取れるんだろうかと、僕は思ったでする、ね。<laughs> まあね、みんな休みは、その時に合わせるからね、なんかしんないけど。うん、そんなことじゃないんだけどな、と思う、うん。だけど、まあ、それ、それが。 あの休暇の取り方休暇の内容になってるんだったらそれはそれでいいけれども、うん、それでどうすんのっていうところがないね、うん、そこを考えたいなと思っててだから休暇って多分擦り切れちゃってどん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 擦り切れていく部分を補う作業だと思うんですよ私はどっちかっていうと具体的には浅野さん休暇が取れたら何をしてるんですか、うんうん、休暇 休暇昔,昔っていうか、ちょっと忙しかった、すごい忙しい時は、私は8月7月、8月、2か月を休んでたんです。うん、で、10か月はめっちゃ仕事して、うん、ストレスをあと1ミリだけ残して、全部貯めるぐらいの仕事の仕方をしていて、うん、で、7月になると、スパンとスタッフに言って、あのいなくなくるんですよ消えるわけね。うんうん、そうすると最初の1週間は やっぱりそのストレスが徐々に徐々に出ていって、うん、で例えばアフリカ行っててもイライララしてんです、うん、それが1週間越してくるとだんだん向こうのペースになっていってこういう時間を持てていいなっていうことも出てくるわけだよね。ででももックス1個送るんでも、うん 1> 1日作業だったりそういうのがあるから <laughs> まあ日本だったらもうイラ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 してることがでもしょうがないじゃん送れないんだからうん、うん、だからみんなに余計なファックスを送るなっていうぐらい私もねでほんとそうなんだけどあ<ー>でもあので休暇、まあ、8月の末まで決めてるからその1週間前には今度ロンドンだったりそういうところのあの割と先進国の海外に移る。 うん、で少し体をあの日本に慣らして <laughs> それで帰ってくるとそしたら初日からフルで動いてるというとそう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 、うん、休暇の時はアフリカ行くかあとはシュノーケリングとかで、うん、シュノーケリングってその時臓が悪いとか腎臓が悪いとか薬漬けだって言いながらそんなあの スキンダイブできるのスキューバーはできないですダイビングじゃなくてああシュノールシュノーケルだけ、うん、でもそれも大変じゃんこう呼吸が自分のそのペースでブレスできるじゃないですかでそれができるしそれでやっぱりその水の中で自分のブレス音だけ聞くのって多分お母さんの用水のの中にいるのと同じようなあれだと思うんですよ、うん、だからストレスが溶け出していくみたいななるほど うんうん、じゃあ今度それはやります <laughs> <laughs> あのうんあの私はせっかちでね、うん、シュノッケルもちょっとやったことあるんだけどあのあこれなら息継ぐ必要ないなってんで泳ぐ方に興味がいってね、うん、それで。 かわげないで、どのぐらい泳げるか、になったりするんですね。でもシュノーケルって、何があるかっていうと、やっぱり。魚です、魚。ね。だって。な、あの風の谷の直し方って、します?。うん。あれがフィジーの。あの、ある島があるんですけど、そこの。えっと、ノースサイド。で。あの、シュノーケリングしてて。うん、そうすると、いきなりドロップオフするんですよ。ああ<ー>。す。 こ真っ暗な闇の中に、うん、そこにサンゴのあれが下にすっごい大きいサンゴがいっぱいあってそっから魚がいっぱい湧いてくるんですよ。あんなのナオシカの世界がそのままあの沈んだよ感じだもん。だからやっぱり見てないものとか経験してないものが世界にはいっぱいあって、うんうん、だからなんかまああとどれぐらい生きれるかわかんないけど。うん やりましょうよじゃあ私さんもひく一緒に行きましょうか<の>国内の首脳議国内ならねやれるけどそれよりだけどねもう僕は強制送還で帰ってきて22年経ってるわけだから、うん、それで旅券なぜ出さないんだっていうのはねやっぱりあの恨まれてるとしか思わないね。いのと私も実は あのパスポートなくて、うん、それでもってあのウガンダに入ったんですようが、うん、あウガンダじゃないえっとルワンダ、うん、ルワンダのジェノサイドの時に、はい、あのまあジャーナリストっていうか、うん、フリーの子だけどその子はあのまあ行ったんですねで捕まったりとかしてそうするとやっぱりあの。 結構大変な目に遭うわけですよ。だとアフガンね、アフガン戦争の時も彼はパキスタンからもう有名になっちゃったけど、彼、うんあの、パキスタンからアフガンに入って、うん、それで拘束されて、有名な割と事件があったじゃないですか。うん、あれ、私、友達なんですよう、うん。で、彼なんかはやっぱりパスポート取られちゃって。うん、だけど、 ね、どことどことどこって国指定になってその後大丈夫になったんですああ回復していったんしかも彼2度目ですよ。<laughs> 一回シ,シベリア入って、うん、シベリアで捕まってまだロソ連の頃に、うん、それであのうんここ国境警備隊みたいのに捕まって。 それでパスポート取られて一回、うん、でその後はまたアフガンで捕まって二度目ですよ、うん、でも今パスポートあるから大丈夫じゃないですか、うん、なるほどねそういうやつもいるんですよ、うん、まあソ連にしろアフガンにしろ日本政府にとっては敵視してるからそこでやられたことはだ大丈夫なんですね <laughs> でしかもあれですよあのー、あれでもその帰って帰国会見の時にアメリカの悪口すっげえ言ったんですよ。それはそうですよねアフガンでア,フア,フアメリカ何やってるかとかもう、うん、そう言うだけ言わないとそこで旅券取り上げられたってはっきり言わないとダメだよね。うん まあ、だから、そうやって戦ってるやつも、まだいるんですよ。うん、あっぱれです。まあ、でも、なんかね、今日、その赤軍の話に始まりの。うん、その民族闘争の話とかもいっぱいできて。うん、それで、その映画の話もできて。うん、なんかすごい楽しかったし、これからお友達になってください。はい、よろしく。<laughs> とにかく、あの。いろいろ、しいきれともで。 浅野さんの話も俺がぶち切って言おうとしたりすることあったけど全然全然本当はそういうあの別に民族解放闘争っていうように堅苦しく言わなくてもいいんだけど、うん、あのやっぱ日本の若い人たちには世界を見てほしいですね。そうです本当に、うん、だから一人でも二人でも連れてってやってくださいよ、うんはい、それが一番重要だなと思ってる。それで世界見たらね もっと日本めちゃくちゃそこが抜けてしまってるダメさもよく見えるから、うん、もっとやるべきこといっぱい見つけてやりがいのある人生やれるんじゃないかと思うんだよね、うん、このまま縮こまってね、うん、抑えつけられて抑えつけられて生きてるっていうことが分かればねみんなエネルギー持ってると思うだからさっきから言いたくて言えなかったのは犯罪を犯そうがね間違いを犯そうが間違いを 恐れないで生きてほしいって僕は若者に言いたいし、うん、若者を100%支持っていうのをね、連呼してまってるのはそういうことなんですよね。ぜひ、うん、自分であってほしいっていう。うん、そのためにはもうどんどんなんかやることを見つける食べてもいいし、うん、やること、を一回やって失敗したらまたやるべい,いんだからっていうがに言いたかった。うん、それがこの映画を作った基本の根拠でもあるわけです。うん、なんで 和田さんの話ちょっとね、うん、なんかちゃんと心に染みたと思うんでみんな本当に「レベル u p l プ s e o n ねあとで一番最後にテロップで「あのどこの会場でどこでないつから?」とかって出ると思うので是非本当にみんな見に行って足を運んでちゃんと自分の目で見てあの欲しいと思います。とというわけで今日はえっと あだち先生あだ先生だった <laughs> 先生になっちゃうあだします先生ではありますよあだち正夫ってなね何か読みを変えればあだち先生ですじゃなくてあだち正夫さんに <laughs> えっと今日は本当に来ていただきましたあの本当に楽しかったですはいあり,ありがとうございました、はい、どうもこちらこそ楽しい時間でした、うん、あこの後はあのあだちさんの映画で使われている楽曲 をかけますんで、あのー、聞いてください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとう。